はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは、コールです。この間、ウォッカ一休やったんですよ。で、その時に、まず結構死にかけたんですけど、お酒ってやっぱ飲みすぎちゃいけないなって思ったんですけど、なんか、やっぱお酒って高いなと思って。まあ、居酒屋さんに行っても、やっぱ1杯300円とか400円とかするわけじゃないですか。で、まあ、普通に自分で買っても、まあ、高いやつは2000円、3000円。もう本当にシャンパンとかになると、もう何万円とかするわけじゃないですか。やっぱ高いなと思って。で、やっぱ人間ってすごいじゃないですか。今日はふっというわけで、これただの水なんですけど、今水道から出してて水なんですけど、これを本気でお酒だと思い込めばお酒になるんじゃないかなと思ってやっていこう。じゃあいきます。まあ、一回暗示が必要なんで、これはウォッカです。水です。なんだこのクソ企画。いいのかこんなんで。